車のカーナビで YouTube や Netflix、動画、アニメ、映画、ドラマなどを楽しみたいんです。それを可能にしてくれるアイテムがこちらになります。ネルシロから販売されてるプレイ2ビデオプロになります。こちらは Android 12システム、ワイヤレスカープレイ、ワイヤレス Android オートが 3-in-1 自由切り替えのメディアボックスになります。車のディスプレイ容量って通常、有線ケーブルでスマホと接続の必要があります。それを無線化することができるので、毎回有線ケーブルに接続する必要もないんです。毎回ケーブルにつながなくても使えるので、すごい便利ですよね。それでは製品を見ていきましょう。本体が出てきましたね。本体は、かっこいいカーボン調のデザインになっていますね。他にもホワイトのカラーもあります。本体をよく見てみましょう。本体には USB-A のポートがあります。こちらではフラッシュメモリなどに入れた動画や音楽を再生させることができるようになります。その反対側は USB-C のポートになっています。こちらはディスプレイオーディオと接続させる側になります。接続部分はこの2箇所だけになります。大きさも手のひらサイズのコンパクトです。付属品には日本語のマニュアルも入ってます。アフターサービスマニュアルもありますね。電子マニュアルはこの QR コードを読み込ませても見ることができます。操作する前にはよく読んでおきましょう。他にはケーブルが付属されています。USB-C2A、USB-C2C の2種類のケーブルが付属しています。取り付ける車の USB のタイプに合わせたケーブルで取り付けを行っていきましょう。付属品はこのような感じになります。それでは実際に車に取り付けていってみましょう。車に取り付けていきますが、取り付ける車両のポートが USB-A なのか USB-C なのか確認してください。この車両ですと USB-A のタイプになります。本体の USB-C ポートにケーブルの USB-C を差し込んでいきます。ケーブルの反対側はディスプレイオーディオ側の USB-A ポートに挿していきます。エンジンをかけていきましょう。まずディスプレイオーディオが起動しました。警告メッセージが表示されます。安全のため走行中はシステムのご利用をお控えくださいといったメッセージになりますね。今後表示させたくない場合にはここにチェックを入れて、ここをタップすれば表示されなくなります。これが操作画面になりますね。ネットフリックス、YouTube や Spotify のアイコンが表示されてますね。ただこの状態ですとネットにつながってないので利用することができません。このような表示出ちゃいますよね。その前に初期設定ですと言語が英語なので日本語に変更していきたいと思います。歯車アイコンをタップします。システムをタップします。ランゲージス&インプットをタップします。ランゲージスをタップします。
ここで日本語を選択するのではなくて、順番を日本語を1番にすれば良いようです。表示が日本語化されましたね。プレイ2ビデオプロとスマホのペアリングを行います。 Bluetooth のをタップします。その他のデバイスでプレイ2ビデオプロと表示されていたらタップしていきます。この画面が表示されたらペアリングをタップしていきます。連絡先なども許可しておきましょう。ナビ側にも iPhone の名前が表示されるようになります。接続できている状態になりますね。それでは YouTube など見れるようにネットの設定をしていきましょう。ネットはお使いのスマートフォンのテザリング機能を使用して設定していきます。ポケット Wi-Fi など使用されているのであればそちらと接続でも良いと思います。今回は iPhone になりますがテザリング機能を有効にしてきます。設定、インターネット共有をオンにしておきます。設定、ネットワークとインターネットをタップします。 Wi-Fi の項目に iPhone の名前が表示されているのでタップして設定しているパスワードを入力しましょう。はい、テザリングで接続できました。ホーム画面に戻って YouTube を開いてみましょう。お、接続されたみたいですね。アカウントにサインすれば登録してるチャンネルなど見れちゃいます。これで YouTube も大画面で楽しめちゃいますね。他にも Netflix も見れたり、 Spotify で音楽を再生できたりできます。このアイコンをタップすると CarPlay の画面が表示されます。 CarPlay の画面を開くことができるのは嬉しいですね。 Android AI Box などですと OS 自体が別なものになってしまうので使いにくかったりするんですよね。今まで通りに使えるのは良いですね。プレイ2ビデオプロは CarPlay で YouTube や Netflix といった動画を楽しみたいって方におすすめな製品です。この手の製品で多いのがいろいろと拡張性があるけど本体価格が高額になってしまったりするので、このようにシンプルで使用できるのはとっても良いですね。注意点として、ナビゲーションを行いながら YouTube を再生するといったことができません。また Netflix、YouTube、YouTube Music、Spotify、IPTV があらかじめインストールされ、そちらのアプリだけで動画視聴可能になります。アプリのインストール、アンインストールは行えないので注意してくださいね。もしアプリのインストールなどで機能を拡張したい場合には他の上位機種のが良いかもですね。自分のニーズに合った選択をしてください。個人的にはこの製品を強くおすすめします。ここまでご覧いただきありがとうございました。ネルシロのプレイ2ビデオプロが気になった方は、この動画の概要欄にお得に購入できるクーポンコードもあるので、ぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。